田さん今ここで何度ぐらいですか？今 6.6。 6.6、 やっぱそこら辺で変わるですね。上は何度？魚探ない。あ、ない、珍しい。今あれなんです、ホース整備に出してて。あー、どうだった？気配もなく。気配ないっていうか、上にちょっと前に入れたヘラが上に上がってればワンチャンあるかなーなんて見に行って、魚探ないからやめたって。あ、でも小田さん今ポークって言ってた。ポーク前入れてた。結構まだ硬いですけど、こんな感じ。おお、いやーん、釣れそう。あ、これでも硬いんだ。動き見ると十分柔らかそうだけどね。ねえ、いやーん、釣れそう。ちょっと見せて見せて。あ、じゃあ顔がと渡す。うおお、こうしないするのに多分これだと、うん、一般の人が自己リフォーな硬さなんで。ザクッザクッ。うわ、釣れそう。うわ、これ釣れるべ。これはこの間の雨の日めっちゃ良かった。おお、いやー、 10g でそのウェイト、あ、重さで使えるっていいですよね。このデロンデロン感いいね。うわー、これ来てるな。いけてます。デロンデロン質もこうこっちの、あの、これだけじゃなくて真ん中がちょっと逆にタイムラグあって動きがある、ね、ああ、本当だ。いや、これ来てるな、まあ、さすが。食ってくれたっすね、結構。これは食うでしょう。はい。え、これ、ジグが 10g。 それ10g で、このスピードで落ちるっていう。そうだね、確かに。重たいものがゆっくり動いてるのってやっぱ釣れるじゃないですか。釣れる。確かにフォールもこれで、そうだよね、普通のポークボリュームあってもそこそこ 10g あったらもっとピャーッと落ちるもんな、はい、タイトバイブレーションでね。それがデロ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 っつってスローフォールして、そこからデロンデロンデロン。多分すっごい高いです。高いですかこれ。やっぱあの出るとポークは大きくなると高くなっちゃうんですね。うん、まあまあそうですね。やっべえ。しかもこのボディもくねるのいいね。こういうここの、はい、この、ま、長さがね、真ん中の部分、うん、あのスカスカなのも嫌だったんで、うんうんうん、それすげえわかる。俺だちょん上げって嫌なんだよね。ここにだからワーム刺したくなっちゃう。はいはいはい。あそこだけスカスカなのってなんか嫌。嫌だ。こうそんなの。いやー、これいつ頃もう完成？もう一回これを柔らかい方の素材でやってみてって感じですね、うんうん、で、あ、そうだ、サンプル上がったって言われてたのに昨日取り行くの忘れてた。明日行こう。あの分厚めで柔らかいのがいいんだよな、ジュニアの。最初硬いけど、うん、使ってるうちにだんだんデロンデロンしてきて。いや、これやばいな。デロデロ、あとは量産で、量産でこんなんだったらいいですけどね。これはすごい、やーべーな。あのブラウン白すぎて、しかも使ってるとさらにどんどん、はいはいはい、あれってダメなのかな。もっとこう濃いブラウン濃くしたいときはもう自分であと塗っちゃってるっす。レザー用の、あの染め球とか、うん、そういうので塗るようにした。結構いい色になる？戻りますね、結構。ただ俺この逆に抜けてるやつをピンクと合わせるのが好きなんです、うん、あー、まあそれはそれでありそうだけどな、はい、こういうのね。最初の深いとこやりたいときとかは、うん、新品を使うようにします。あれも塗りすぎると今度硬くなりますしね。あ、そうなんだ。あれ難しいですね。参りましたね、これ。これいけてますよ。やばいっすね、これ。やばいっすね。すげーな、これ。2匹入りぐらいになりそう。1匹だと思うんですね。1匹1000円クラス？1000円超えると思います。だってホルモンのやつがあれ1個。大きい方800円とかじゃないですか。
あれ2匹入ってんだよね。2匹で2匹だから1600円なんですよ。あれそんなしたっけ。あれあれします、1個800円です。型やらケースやら、うん、でケースも向こうにあるやつだとこれ入んないんで、全部まただからすごいプラグミ、うん、バルナみたいな金額のポークが出来上がるそのうち商売する気あんのかとか言われそうだけど欲しいから作っちゃうみたいな。エビちゃんもまあまあ高いですか。エビちゃんもあれね日本人にラバーサ刺しちゃダメっすよ超高い、うん、でポークはなんだかんだ持つしなって思って、ちょんがけした衣装はこれ切ってもらえばいいじゃないですか、チョキって見た目以上に動きがいいね。ね、いいっすね、うん、これ出る出る出る。あと安定してくれるといいですけどね、量産で。これ手作りになるじゃないですか、切るのも人が切るんで。押し型みたいな感じ。押しが抜き型があって、その後スライス手作りなんですよこれ。あ、作る時もこれ量産でも手作りになるですね、職人さんが切るっていう。だからいくらなんだっていう。でここのところちょっと切れ込み入れて、うん、もうちょい動くようになってるんで、その一発カットだとこれできないんですよ。へえ。だからプラグみたいな値段になっちゃうんですよね。まあでもそれはなっちゃうよね。だって天然素材で手作業でってさそれは安くできるわけないよね。しかも素材選んでなんつって。素材選んで OEM なんで、普通の会社だったら、はい、高いからやめってなると思うんです。まあいっかって思っちゃう。でも外れないこと思えばね、ビッグダディだって ね当たり引くまで、うん、って言ったら単価それなりだよな。そこそこなのと本当のいいやつっていうと、本当のいいやつだけで言ったら単価1000円超えじゃないかな。そうか、僕のこのダディちゃんも動きなかなかフォーキーで好きなんだけど、やっぱ豚見ちゃうとね、うん、ダディ、うん、これさちょっとめくれてオレンジがこう、うんうん、チラ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 、エスケープもいいけど、あれや、ほんと縦にシュンシュンじゃん、はい、これちょっとねベラベラするのがいいんだよね。ベラン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 って、ちょっとこうひねる、そうひねりが入る、ベランベランめくれる。その色もいいですね、うん、カエルみたいな。この色もいいんだよ。だからもともとほらこれの3インチの方あるけど、はい、大きい方出したらもうジグトレーラーこっちしか使わなくなっちゃった短くするなら切っちゃえばいいからはい、はい、でもパドル部分はこの方がベランベランしていいから、うん、いいっすね、うん、釣れそう。これに下から浮いてきてバグンってされたらこの時期だったらいいよな。ですね。でも最近豊洲すごい極端ですね、食う日と食わない日。あ、そう、食べるっていう日だったらこのワーム通るんですけど、うん、最近すげえ頑張って頑張って、うん、本当に食べなくてジャックベイトは釣れるみたいな。ああ、そう